短期区域レベル X 第2話。どうも、君のハートにレボリューション、宇宙海賊のゴージャスです。さあ、今回も監禁区域レベル X の続き第2話をお楽しみいただきたいと思います。ゴージャスバージョンでございます。いってみましょう。久しぶり、俊平。こんにちは。こんにちは。カンボジア。ああ、久しぶり。あのさ、お前んちも部屋にいろって連絡あったんだろ。そう、連絡あるある。アルゼンチン。周辺の家も。ああ、さっき親父から連絡あった。なんて。サイがいるから部屋から出るなって。ねえ、ちょっと電話していい。ダメだ、音を立てるなって言われなかったか。あ、そうだったね。俺の親父さ、自衛隊だろ。うん。それでまだ公開されてない情報も結構教えてくれてさ。そうなんだ。あ、また揺れた。揺れたな。多分サイが動いてんだ。うわー、ねえ、今窓の外何かが通ったよ。何か。わからない、一瞬だったから。黒くて細長い影が。もう焦る場合じゃん。焦る場合じゃん。お前んち9階だよな。うん、9階なのに外に一体何がいるの。ちょっとカーテンの隙間から覗いてみる。バカ、やめろ。おい、死にたいのか。返事しろ。周平、私見ちゃった。サイヨか。うん。どんな姿だった。それはわからない。どういうこと。多分今窓の外にいるのは触手。多分体の一部。薄ピンク色のミミミズみたいな長い触手がうねうね動いてた。すげえ変だった。すげえ変、すげえ変。スウェーデン。キモいな。めっちゃキモかった。次は写真撮ろうかな。アホか、死ぬぞマジで。ねえ、あのサイって何なの。親父の話だと、あれは未確認生物らしくてな。未確認生物。ああ、今政府が見解をまとめているところらしいけど、おそらく地球外からやってきているらしい。もしくは人の観測できていない深海、地中からやってきたか。どちらにせよわからないってことね。どんな姿をしているの。わからない。今親父避難所を回ってて大変らしい。そうなんだ。あ、そういえばうちの母親がマンションにサイがいるの見えるって言ってたから、後でどんな姿をしているか聞いてみるね。ああ、まあとりあえず俺たちじゃどうにもできなそうだな。部屋から出られない以上、集まって逃げることもできないし、このまま中にいた方がいいだろう。そうだね。うわー、今聞いた。ああ、耳が潰れるかと思った。何今の。サイの鳴き声。わーって感じだった。マンションも揺れたね。揺れる揺れる、ニジェール。もうなんだの。自衛隊が片付けてくるのを待とう。今ここ立ち入り禁止区域になってるらしいから。立ち入り禁止区域か。部屋から出られない私たちにとっては監禁区域だよ。なんだそれ。リョーカ、相変わらずだな。やっとリョーカって呼んでくれた。さっきからお前とかバカとかアホとか。だってもう何年話してないと思ってんだよ。ははは、そうだね。なんかよくわからないことになってるけど、周平と話してちょっと安心した。それはよかった。じゃあまた後で連絡するから。ああ、絶対に死ぬなよ。まだ助かる、まだ助かる、まだ助かる。ということで第2話お送りしてきました。なんと周平というね、同級生再び再会できるんでしょうかね。そしてサイというものが触手が出ているという聞きましたんでね、なんかすごいモンスターみたいなものなんですかね。ちょっとワクワクしながら次回第3話これからも読み進めていきたいと思います。